はようございます。はい、おはようございます。明日でダブル戦から2年ですけど、はい、2年間長かったですか、短かったですか。これいつもあの知事代も同じようなこと言ってるんですけども、まあっという間だという感覚もありますけども、まあいろいろありすぎたんで長いなという気もありますしね。まあ両方ですね。市長として2年間の一番の実績挙げるとしたら何でしょうね。いや、一番ってもうまあね、これね、まあ僕のこと大嫌いな人からすれば、まあ、内田達郎さんなんて、あれ大阪市の特別顧問やって、史上最大、まあ史上最高の仕事をしなかった特別顧問だったと思うんですけども、まあ、僕が大阪市で何もやってないってことを言う人多いですけどもね、まあ、上げれないぐらいあのやってる自信はあります。まあ、これ一つと言ってももう上げきれません。大阪府知事時代よりも、まあ、僕は知事時代のその経験をもとに大阪市長になりましたから、まあ、大阪府知事時代の10倍20倍のことをこの2年間でやってきている自信はありますけどもね、まあ、列挙しろと言ってもなかなか個別には出せませんけれども、公約に掲げたことは市役所内は全部まとめきって、きちんと、着手しているものは着手するし、議会の議決を得るものは、まあ、議会の調整をやってます。もちろんあの水道事業の統合とか、地下鉄の民営化、まあ、大学の統合、まあ、これ議会で、まあ、反対というふうになってますけどもね、まあ、多くのことは議会と調整しながら進めていますし、最後議会の反対ばかりはこれはもう有権者の皆さんに動かしてもらうしかないのでね。だって大学の統合だって、地下鉄の民営化、水道事業の民営化だって、これまでは市役所でそんなプランまとめることすらできなかったわけですから、まあこのような改革の大玉については、あとは議会の賛成さえ得られれば実行できるところまでは持ってきていますし、まあ、自分なりにあの言ったこと、やらなければいけないことはこの2年間で、まあ、全て実行しているというふうにあの自信を持ってます。あと政党の代表としても、あの国政政党を立ち上げていろいろあったと思いますけど、政党の代表としてこの2年間どうですか。政党の代表は日本維新の会ですか、ね、日本維新の会はだからまだ1年ね、この2年間に国政政党立ち上げたりとか、いろいろ。ああ、そうですね。まあこれもいろいろ言いますけども、じゃあ衆議院で50数名、参議院で、まあ、8名9名ですか、今全部で60名のその政党をね、準備期間含めて2年間でやれっていうふうにそれは言われてできる人がいるのかっていうのを思いますけどもね。僕はこの2年間で、60名超える国会議員団、まあ、作ることは作りましたのでね、もちろんその運営とか、まあ、政党としての、まあ、進み方というか、そういうところにいろんな批判があるのはそれはそうですけども、でも準備期間約1年、それで60名超える、まあ、政党をとりあえず作ってですね、まあ、民主党に代わる、まあ、野党をしっかり作っていかなきゃいけないという、まあ、思いと、それから大阪の改革を進めるためには、やっぱりこれは今の中央集権体制では法律改正が必要なのでね、そのために大阪のために、まあ市長としてちまちまやってても動かないですから、国政政党を作って、法律まで変えてやろうというところで、まあ、この国政政党を作って、まあ、自分なりには満足できる今結果となっていると思いますね。で、実際に大阪の改革がそれによって動いてますからね。話はどっちでもいいんじゃないですか。なんかそのインタビューの中でそういう話が出てきたでしょ。そんなことより中身のこと聞いてくださいよ、市長の考えも聞きたい。いや、そんなことはもうどうでもいいことです。中身のこと聞いてください。